イオンモール柏は千葉県柏市豊町に所在するイオンモール株式会社が管理運営を行っているショッピングセンター。2011年11月21日にイオン柏ショッピングセンターから現名称に変更された。かつて日立物流の巨大倉庫があった跡地に2006年5月にオープン。イオン柏店を各店舗に100店舗のトナントが出店している。 駐車場収容台数は2000台、自転車置き場収容台数は1200台となっている。店舗は国道6号と東日本旅客鉄道常磐線に挟まれた場所に立地する。出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップレストランを参照。バスの運行時刻、運賃、乗り場などの詳細情報は公式サイト、バスのご案内を参照。 柏駅と南柏駅のほぼ中間地点に立地することから、両駅から送迎バスが運行されている。開業当初から2009年10月31日までは、運賃は無料であった。同年11月1日から2013年3月までは、有料であった。2013年4月より再度無料になり、従来の柏駅、南柏駅以外の路線も新設された。しかし、 利用状況を鑑み、2013年11月に再編成されている。2021年4月15日より再度、路線再編が行われ、さらに6月からは、バス利用に条件がつくことになり、誰しもが無料で乗車できなくなった。現在運行中の路線は、以下の通り。いずれの停留所も、4モール柏行きは乗車のみ、4モール柏発は校舎の見扱いとなる。 2013年4月から10月は以下の路線も存在した。2013年11月から2021年4月までは以下の路線も存在した。ありがとうございます。